はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。前回告知した通り、サクセスをやっていきます。っていうかサクスペでサクセスやるのもはや初めてくらいじゃないっていう勢いなんですけれども、高校は波動高校ですね。で、デッキの方が、つくも、さいが、友沢、いさしきで、そう、前キャラね、前キャラどうしようかなって悩んでたんですけど、よく考えれば前回滝本が当たったので、滝本を入れました。で、あとはフレンドに騎馬妹をお借りしての、イベントデッキとなっております。前にあと4ですね。で、滝本もね、ちょっと、前イベ重いんですけれども、まあ前になので大丈夫でしょうと。で、あと4で、来てますと。で、ここのポイントは、まず高速レーザーですね、金徳。つくもがレーザービーム、流し打ちハイボールヒッターを持ってるのと、いさしきもレーザービーム、持ってるのと流し打ちですね。で、騎馬妹が金徳で、芸術的流し打ちと。で、サイガが一級入魂の、金徳を、まあ、いさしきでね、ちょっとコツが多いんですけれども、初級丸を取れるかどうかっていうところ。と、滝本も、パワヒ、安倍飛行角持ち。で、サイガも通常の徳能はパワヒ、広角、片目打ち。で、友沢もパワヒと安倍飛で、片ポツといったところで。まあ、外野のね、まあ、強肩を作っていこうかなと思ってます。で、初期能力の方がこんな感じで、ちょっとね、総力を捨てていきます。総力は捨てるので、一応アピールは、総力にして、総力は多分 D 止まりにしようかなと思ってるんですけれども、ちょっと初期能力があんまり良くないかな、総力がちょっと低いかな、アピールポイントにした割には。で、肩が16しかないんで、これはね、敏捷ポイントが多分圧倒的に足りなくなると思うので、まあ、そこをどう稼いでいくかですね。で、アイテムの方は、お守りと招き猫で、騎馬妹を追いながらコツを追っていくというところなんですけれども、ここは友沢ですね。監督もいるし、コツコツ肩コツか、肩コツはね1回でいいんだよね。で、パワヒアで非降格流し打ち、技術的流し打ち、レーザービーム、これはレーザービームっていうか高速レーザーか、これは絶対つけたいんですけどね。コツの回収がどうなるか、騎馬妹がいたら騎馬妹を追っていくんだけれども、いないね。どっちにしようかな。体力を回復させておこうかな。滝本と伊佐敷はちょっと初期値が低いんで、積極的に追っていきましょう。で、ここでつくもが体力回復してくれるので、一応全開にはなるかな。いや、つくもの最初のね、自己紹介、うわ、キワヒモとここにいたか。まあ、しょうがない、ちょっと追っていきましょう。お疲れーす。いいね、女の子から誘ってくれるのって超いいですよね。しかも騎馬妹に至ってはもうこの段階で主人公のことかなり好きっぽいですからね。お、これはいいっすね。騎馬妹プラス才賀のコツ、美味しいですね。よし、パワヒ、パワヒとね、広角阿部ヒはちょっとコツ5で掴みたいんですけれども、コツの回収状況によっては3で、抑えちゃいます。で、あと潤さんの悪気打ちはもうコツゼロで抑えていこうかなと。どうしようかな、肩か、こっちか、うーん、悩むね。あ、肩でいきますか。最後の自己紹介っていつも最後の方に来るんだけど、そういうもんなの。まあ、多分イベントパワー的なものがあると思うんで、そう、これがね、ちょっとね、体力削られるのが痛いんですよね。ここはもう寝ましょう。ちょっと騎馬妹の出現率が良くないかな。あー、これはちょっと騎馬妹を追っていきましょう。クリスマスをね、
一緒に過ごすのがまず最優先なんで。スピッツ先輩、これなんでスピッツ先輩なのよくわかんないんだけど。そうで、あ、スライムともういけるな。コツ取っといてもよかったかな。そうするとジュンさんの、まあ才賀と監督のところに行きますか。うん、そうっすね。いや普段はね、あんまり恋愛成就のお守り持ち歩かないんですよね。これね、行けばいいんじゃないを選ぶと経験点が美味しいんですけど、ちょっと評価が怪しいんで、ま、真ん中でいいかな。体力なかったから一番下でも良かったかな。ちょっとここはもう少し慎重になった方が良かったですね。多分一番下でも良かったし、しかもこれがこれが来たってことは好感度が上がるんで、さっきので好感度下げても良かったかな。まあこれもいいけど、ちょっと怪我率が、そうでね、ダイヤのエース今見てるって言ったじゃないですか。これはちょっと体力がないけど、どうしようかな。やる気もな、上げときたいんだけどな。臨床が足んなくなるんで、ちょっと下にしときましょう。ダイヤのエース見てるって、言ったと思うんですけどちょっと待って話が進まねえな。ちょっとジュンさんの、脱臼打ちは抑えます。ジュンさんの脱臼打ちは抑えて、そうで、どこまで要はね見終わったかっていう話なんですけど、今ね1年生の夏の、甲子園に行く前の決勝っすね。要は稲実前のところになって、まだ稲実戦にはなってないんですけど、稲実戦前のところまで、見終わりました。まあそんな感じですね。なんか次に、あの、なんだっけ、卒業しちゃった先輩が出てくるお話のところなんですけど、名前も出てこない、その人も。ごっつい先輩、プロに行ったんですよね、あの人って。お、来た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 。えいえいえいと。何がさ、当たってるんだか知んないけどさ、普通にさ、投げてさ、ポコポコポコって当たってるのって相当痛いよね。そりゃ怒るよ。悪くない。ここで精神も稼げるんで、いけ。これね、体力減る割にはあんまり、お、これはメンタル、いきましょう。体力減る割にはあんまり経験点も美味しくないんで、もう13増えてくれればねいいんですけど、流し打ちは3で掴みましょう。今のところ流れ的には悪くはないですね。流し打ちは掴みますと。で、一応練習は見ておいて、これはデートですね。いや、でも恋愛のお守りだと相当楽っすね、彼女にするの。もう告白2回あるやつだと恋愛のお守りがないと相当きついですからね。まあ、騎馬妹はね1回だからいいんですけど、どうしようかな。これちょっと悩むな。敏捷も欲しいけど、体力回復しつつっていうのも、まあ技術とかももらえるしね。まあつくもの評価も上がるしいいでしょう。ちょっとあれだな、滝本の評価を上げていきましょう。まあ、早めにね評価を上げて、そう、友沢のね通常のイベントがねあんまり美味しくないんですよね。まあ、とりあえず友沢の評価を上げつつ、ムード丸をもらっておきますか。おお、まあ、しょうがない。滝本がまだか、純さんもまだだな、友沢もまだだな評価上げがちょっと追いついてないけど、ちょっとデートしとこう。デートでね、体力回復する、体力回復しないっていうのは抑えてあるんですけど、やる気が上がるか上がらないかがねちょっとね分かんないんですよね。そこまでちょっと覚えきれてないんで。麻衣子だ、麻衣子。これでねやる気が上がるとは思えないですね、イベントの内容的に。
構やる気って満タンで持ってってるじゃないですか。これはね、頼む。あれ、これって最初だと成功失敗はまだ判定ないんだっけ。総力ですね。監督もいるし、友沢も上げておきましょう。これは2回目って何がいいの。とりあえず笑いに変える。これはちょっと体力が削られて、クリスマスのところもね、回復もちょっと視野に入れないといけないんで、僕はちょっとデートをしておいて、でここはまだ体力回復するんで、やる気上がってくんないかな。キバもお前練習してろよ、野球の。まあ俺も練習してろよって感じだけど、久しき先輩の、久しきは先輩なのか同年代なのか、どっちだ。純の評価が上がってって言ってるから同年代なのか。これはどうしようかね。滝本が上がりきってないのか、どうしようかな、悩むけど、こっちにしとくか。もう一回練習をしてクリスマスを迎えるのが理想なんだけど、体力的にちょっと、お、いいねいいねいいね、これをちょっと回復しとこう。オッケーオッケーオッケー。お、そこからのどうする。あー、滝本か。これはコツを押さえておきましょう。なんで滝本は、まず体当たりはもう直取りをしちゃいます。体当たりを直取りして、まあ、スタートさんもいるし、 OKOK、 阿部ひ能力を全然上げてないからな。俺基本的にあんまりね、能力こまめに上げないんですよね。まあ能力こまめに上げてった方が大丈夫とかがね、来た時にお得なんですけど、あれやる気上がんないかな。うん、いい経験点だ。やる気は上がんないのか。ただ評価プラスコツか。友沢、そうだな、ちょっともらっておきたいものもあるし、肩コツ以外で練習か。まあいいでしょう。お、これは下でイベント継続ですね。純さんのいいところは金徳が確定するっていうところっすよね。つくもはね、確定じゃないんで。てかレーザービームがまだ来てないな。世界平和と。何なの世界平和って。さあここだ、中吉か。まあいいな、やる気がちょっと気になるっちゃ気になるけど。純さん、純さんまだ評価が上がりきってないのか。そして練習か。これってやる気減るんだっけ。減ったね。やっぱりどうしようかな、一回遊んじゃおっかな。あ、これでもよし、やる気アップで、イベントも継続してるし、ちょっとここら辺で上げておきますか。弾道2にしておこう。で、滝本のね、イベントの継続の条件がよくわかんないですよね。能力関係あるのかないのかっていう。で、先にもう総力は B にして、で、肩はとりあえずコツ3あればいいんで、オールインくらいまでには持っていきますか。印象が足りるかな。うん、まあとりあえずこれで綺麗に押さえておきましょう。で、ここからの肩ワンタッカー。え、伊佐式ってそんなに、ね、低かったっけ評価。スカウトもいるしな、精神もな、ちょっと足りなくなるしな。ワンタック、だったらちょっとスカウト狙いの回復しつつ、純さんの評価を上げるっていう。
うん、そこそこ。おい。おー、マジかー。これがねきついんだよね。ここで発動して来なければいいんだけど、まあまずやろう。おい。どうしようかな。コツがあるね、コツが。監督直してくれ。いやー、この1回もね痛いんだよね。よし、広角掴んで直してくれなくて、一応回復しといて。いやー、サボリグ戦マジきついわ。うわ、2回目が来たか。これもうちょっと直そう。もったいないけどしょうがない。もうね、心に良くないっすよね。心にんだよーってなるんで。ここのバレンタインもねもったいなかったよね。練習してれば回復できたんだけど、一応ダブルタックとかないのを確認して、もうもったいないけどしょうがない、普通にしよう。ずっと押しじゃねえよ。マジこのねサボり癖のイベントがねきついっすよね。だいぶちょっと週を無駄にしちゃったけど、どうしようかな。ジュンさんがまだマックスじゃないかな。号令かけるとちょっとあれなんだよな。しずかちゃんのラブパにかけるか。よし、こっから盛り返していこう。ちょっとイベントが進んでない感じがするんで、スバルは切っちゃいましょう。あ、スバルの、おお、ここで来るのか。これ普通にさ、元気になりたいが一番鉄板だよね。どうしようかな。パワーアップしたいにして、ダメだったらやめよう。お願いします。おー、さよなら。